スティンガーミサイル。フィム -92 スティンガー。フィム -92 スティンガーは、アメリカのジェネラルダイナミクス社が1972年から開発に着手し1981年に採用された携帯式防空ミサイルシステム。スティンガーは、英語で、毒針の意。フィム -92 スティンガーは、フィム -43 レッドアイ系コーチ。 対空ミサイルの後継として1967年に開発が始まったもので、開発においては、どのような状況下でも使用できる、全面性と整備性の向上、敵味方識別装置、IF の搭載に主眼が置かれた。主目標は、低空を比較的低速で飛行するヘリコプター、対地攻撃機、コイン機などであるが、低空飛行中の戦闘機、輸送機、 巡航ミサイルなどにも対応できるよう設計されている。このため、誘導方式には高性能な赤外線、紫外線シーカーが採用され、これによって打ちっぱなし能力、発射後の操作が不要な能力を得ている。1968年、アメリカ陸軍は、世界初の携帯式防空ミサイルシステム、MANPADS である FIM-43C-8I を配備した。 FIM-43G は熱電効果による冷却措置を備えた PBS 省電式赤外線センサを搭載しており、先行試作型よりも優れた追尾能力を発揮していたものの全方位光線能力に欠けており、また赤外線妨害技術への高端性、ILCM 能力にも問題があった。また、ミサイル本体も 3G 以上の軌道が不可能であるため、起動性も 限定的なものであった。これらの課題を解決するため1967年より全面的な改良型としてレッド i e の開発が開始された。1972年3月、レッド i e はスティンガーと改名され、FIM-92 という新しい正式番号を付与された。同年、ジェネラルダイナミクス GD 社が主契約者として生産契約を獲得。 1981年には初期作戦能力を獲得した。原型、スティンガーベーシックは1978年から1987年まで生産されていた。システムは発射機本体と箱型のイフ、武器、シーカー冷却用のガスとバッテリーを内蔵したユニット、ミサイル本体から構成されている。ミサイル本体は、 円形の使い捨ての樹脂製コンテナに収められており、武器は手のひらサイズの円筒型で、発射基本体下部の取り付け穴にねじ込んで取り付ける武器はシステムすべての電源である。このため、発射準備は迅速かつ容易に行うことができる。発射時には目視で目標を確認し、その後本体のスイッチを入れ、目標を補足する。引き金を引くとシーカーが冷却され、 ミサイル後部のブースター、ローンチモーターと呼ぶにより、コンテナから打ち出され、本体から9から10メートル離れたところで、ロケットモーターが点火、超音速まで加速する。また、発射後の操作は不要で、再発射は、ミサイルのコンテナと武器を、発射機本体に交換するだけで完了する。なお、使用後の武器は発電の化学反応でかなり高温になっているので、 交換の際は、耐熱手袋をはめて行う。アンチモン化、インジウム、インスビー、ホトダイオードを受光素子とした、両小型、冷却型赤外線センサによる、赤外線ホーミング、誘導方式を採用しており、中波長赤外、マワー帯域の検知に対応していることから、全方位光線能力を備えている。冷却措置は、アルゴンガスを冷媒とした。 ジュール・トムソン効果によるものである。ソーダは全部の4枚のフィンのうち2枚が作動することによって行われ、これらのフィンは後方の4枚と合わせて発射後転調する。1977年 GD 社は次世代型スティンガーの開発に着手した。この次世代型スティンガーは、スティンガー、ポスト、パッシブオプチカルシーカーテクニックと呼称され、 ザファーム -92B の仮正式番号が付与された。ポスト型の最大の改善点は誘導方式を2波長公波ホーミング IR 部としたことである。原型では超波長赤外、ルホアー帯域に対応したインスビー型赤外線センサが使用されていたが、ポスト型ではさらに硫化カドミウム CDS 素子を導入することで、 紫外線領域にも対応した。スキャンは、ロジェットパターン方式を使用している。これによって、赤外線妨害技術への高端性、アイル CM 能力が向上している。FIM-92B は、1983年より、定律生産に入ったが、原型である FIM-92A も並行して、生産を継続することとされた。FIM-92A。 B は1987年まで生産を継続し、合計で1万6000発以上が生産された。1984年より最新の脅威に対応できる、要、再プログラミング可能な新しいマイクロプロセッサを導入した改良型の開発が開始された。この改良型は、スティンガー RMP、D プログラマブルマイクロプロセッサと呼称され、 フィム -92C の正式番号を付与された。スティンガーの生産は、1987年9月より、フィム -92C に切り替えられ、アメリカ陸軍は1989年7月より、受領を開始した。フィム -92C は、その後、ILCM 能力を強化したフィム -92D に、発展した後、2002年9月より、 フィム -92G に切り替えられた。1992年4月、GD 社は、スティンガー RMP ブロックアイと称される、改良型の生産契約を獲得した。同年、GD 社のミサイル事業部は、ヒューズ社に売却され、これに伴って、本ミサイルの主契約者もヒュー社に変更された。ブロックアイ型は、フィム -92E の正式番号を付与され、 1996年より生産を開始した。2001年には生産は改良型の FIM-92H に切り替えられた。また、既存の FIM-92D もブロック IC 用に順次アップグレードされ、これは FIM-92F と呼称された。1996年よりさらに発展させたスティンガー RMP ブロック E、通称 アドバンスとスティンガーの開発が開始された。ブロック E では、AIM-9X で採用されたのと、同様の風波式赤外線画像 U、i、e、ヤが導入され、アイル CM 能力がさらに増強された。また、射程も8000メートル、26000フィートまで延伸されている。ブロック E の開発は、技術製造実証開発、エンドフェーズまで進行したものの、2002年、 アメリカ陸軍は、ブロック E の開発計画に対する財政支援の打ち切りを決定した。スティンガーは、基本となる MANPADS 型のほか、下記のような派生型がある。これらは、スティンガーの弱点であるバッテリーの持続時間、目標補足などを克服したため、非常に有能な兵器である。AIM-92、または、アタス、エアーツウェアスティンガーは、 近距離空対空ミサイル版である。ヘリコプターや軽飛行機、無人航空機の自衛用武装として使用される。初期型であるアタスブロック I は1978年より、原型機をベースとして開発され、1988年より、配備に入った。現在では、RMP 型をベースに開発された、アタスブロック E に配備は移行している。新型のアタール発射機を使用した場合、 コバリングから136ノットの全身飛行、30ノットでの側面軌道、バンク角22度での旋回までの飛行状態で発射することができる。アメリカ海軍のサイクロン級小海艇や、ドイツ海軍のベルリン級補給艦、エルベ級支援母艦、デンマーク海軍のアブサロン級歌目的支援艦など、小海艦艇や支援艦艇においては、近接防空ミサイルとして、 スティンガーの関西発射機を搭載する例が少なくない。また、スティンガーそのものではないが、スティンガーの CE カーブと、AIM-9 サイドワインダーの胴体部を元にに、下、近接防空ミサイルとして、r i m 1 1 6ラムが開発、配備されている。現在、実用化されている携帯型地対空ミサイルの中では、 最も命中率が良いミサイルとされ、ギネスブックにも掲載されている2011年79%。欠点としては、目標を目視で発見しなければいけない点や、バッテリーの持続時間、最大45秒などが挙げられる。目標の捜索のため、上級司令部のレーダーからの情報を受け取るほか、アメリカ陸軍の不評旅団戦闘団や、アメリカ海兵隊の海兵空地任務部隊の スティンガー部隊においては、下半式の案、UPS-3 レーダーが配備されている。ソビート連邦のアフガニスタン侵攻では、ソ連と敵対するムジャーヒーンに対して、非公式であるが供与され、未 -24 などの重武装兵リを撃墜できた、ことから、一躍その性能を世間に表した。アメリカ軍によるアフガニスタンのアルカーアイダ、相当作戦の際には、 これの存在が脅威となるという説があったが、バッテリーや冷却ガスの供給やメンテナンスの行きかぬ環境下で約10年が経過しており、稼働状態にあるものはほとんど残っていなかったと考えられる。また、ホワイトハウスにも設置されているとの説もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。